こんにちは。今日はですね、コルニエのお洋服たくさんご紹介していきたいと思います。以前も一度ご紹介したことあるんですが、本当にもう素材が息を呑むほど美しいブランドで、この素材でこの価格で購入できるのかって思うものばかりで、本当に個人的に大好きなブランドなんですけれども、先日ポップアップにお邪魔させていただいて、そこでこう気になるアイテムをピックアップしてきたので、今日はもうたくさんの商品をご紹介していきたいと思います。で、まず初めの商品、すごく目がいった商品なんですけど、私これセットアップの商品になっていて、で内側にシャツ着てます。まずシャツからいくと、はい、シンプルなこんな感じのシャツ、素材の良さ伝わりますでしょうか、この美しい光沢感と。ちなみにこちらはメンズの S を着用しています。コルニエの商品は V メンズだと M までなんですけれども、ちょっとね、私の身長的に若干小さめかなっていうところがあって、今回メンズの S を多めに着用してます。メンズの方がサイズ感的にフィットするものが多くて、いい形でご紹介できるかなと思ったので、なのでメンズの方にもとってもおすすめです。で、ウィメンズにも同じような方の商品があったりするデザインもあるので、まあ、参考にしていただけたらと思うんですが、とっても美しいちょっとグレーみがかったシャツ。コルニエのものって色味もものすごい絶妙な色が揃っていて、そこがもう本当に美しいんですよ。そしてこのシャツに合わせたのがこんな感じのパンツなんですけれども、生地がね、もうすっごいかっこよかったんですよ。この立体感というか、白い毛がピッ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 って出てる感じがものすごく美しくて、そしてサイズ感もメンズの S で本当に大きすぎることもなくちょうどいいので、で、これにこちらのジャケット、これも同じ素材のものなんですが、いや、美しいですよ。見てください、これなんか高級ブランドのスーツなんですね、私から見ると本当に美しいね。え、美しいですよね。いや、かっこよくないですか。シンプルにローファーとか合わせちゃってこんな感じで合わせたいなっていう、いや、かっこいい。本当になんかプレゼントとかでもいいなと思っちゃった。メンズの方への、本当におしゃれで美しいです。秋冬は特にこう素材感がめちゃくちゃ出やすい生地が多いと思うんですよね。なので生地がいいということは本当に上質感、美しさに直結する。ちょっと待ってください、これめちゃめちゃかっこいい、すっごく好きです。いや、またセットアップ着てきました。これもね、すっごく気になった商品で、一応メンズの方の商品なんですけれども、中にタートルを入れて着てきてます。生地感としてはこんな感じで美しい。もうただただ美しい人しか今日言えないかもしれないんですけど、ちょっとリラックス感を感じるようなセットアップですね、今回は。で、なんかこのボトムスの形もすっごく素敵で、なんか履き心地がとっても柔らかいというか、履きやすい。なんか内側がすっごい肌当たりがつるっとしていて気持ちいいですね。で、これは後ろ側がゴムになっていて、サイズ感もぴったり、私の体型でぴったりで着れるようなサイズ感になってます。めちゃくちゃいい、このセットアップ。これにちょっと今日ここに、あのよく秋冬に履くシューズ3つ持ってきてみたんですけど、なんかこういう黒いスニーカーとか合わせてもいいか。素材感もデザインも全てが好きです。こんな感じ。
いや、このセットアップめちゃくちゃいいです。色味もすごく上品なグレーで、内側にこうやってブラックのタートルとか合わせると最高にかっこいいですね。上質な感じが出ちゃってる。続いてはこんな感じで着てみました。すごいいろいろ重ねてきたんですけれども、まず内側にワンピースを着てみてます。色違いこんな感じでありまして、今私が着ているのがより真っ黒な方ですね。でこちらがグレー、グレーの方がもしかしたら伝わりやすいかもしれないんですが、この毛の生地めちゃくちゃ美しい。アイラインの感じのシルエットでシンプルミニマルで、かつ素材の良さがすごく引き立つワンピースになってます。で私の身長でふくらはぎ中央のあたりまでなので、いろんな身長の方が着用できるのかなっていうサイズ感になっています。黒で潰れちゃってるかな、色味が美しいしあったかい。で今ちょっとボトムスを一緒に履いてるんですが、こちらのボトムスが色違いこちらでございます。こちらもですね、ウールの素材のちょっと光沢感も感じるような、そこまで厚手ではない感じの生地ですが、めちゃくちゃ美しい。ウォッシャブルの加工がされてるので、こちら手洗いができるタイプになってます。こうやって重ねたりするのもゴワつきがなくて履きやすいパンツになってます。これがトップチャコールっていう色味で、すごく絶妙な色味なんですけれども、カメラでちゃんと映るかわからないんですが、若干ムラっぽくなっている、真っ黒ではないちょっと表情のある色味。今着用しているのが真っ黒なものです。ちょっとこっちの方が柔らかい印象になるのかなっていう感じですね。そしてこれもすごく素敵なアウターなんですよね。こんな感じの生地、滑らかな感じで、厚みも結構しっかりありまして、とってもあったかくて高級感のあるアウターです。これを着るとこんな感じ。私の身長でお尻隠れるか隠れないかぐらいの丈感で、このボタンの高級感もすごく美しい。ちょっとこのブーツとか履いてみるとこんな感じです。なんかコルニエの商品ってオールブラックにしても、なんかこう素材感の感じがそれぞれすごく違いがあるので、メリハリが出る気がしてます。でそれぞれが高級感があるから、全身黒にしても圧倒的にかっこいいブランドだと思いますね。いや、かっこいい。こんな感じで街歩きたいです。ちょっと似た雰囲気になってしまったかもしれないんですが、もう一コーデスカートのコーディネートをしてみました。今回はですね、先ほどのアウター着てたんですけれども、こちらのシャツを中に着ておりました。これもまあ定番の美しい生地感のシャツですね。でこれもまたメンズの S を着用してるんですが、ウィメンズも同じ生地のものありまして、でこのカラーオフブラックなんですけど、このカラーすごい素敵ですよね。すっごい好きな色なんですが、この色味でレディースの方もありまして、なんかデザインがちょっと違う。横の部分がメンズのものは緩やかにこうなっているデザインになってますけど、ウィメンズの方はですね、こんな感じでデザインされてます。こうなってるとここに出た時もより横の部分にこうスリットが入る感じになって、デザイン性があって可愛くもなるかもしれない。こういうカラーもありますね。これもすごい美しいカラーなんですけど、本当に絶妙色が揃っているので、どの色着てもおしゃれに決まるものにはなってるんですが、グレーですね。あ、これがグレーなんだ。
このグレーはちょっとなんか緑みを感じるというか、そんなグレーな気がします。どっちもめちゃくちゃいい色。それにこの巻きスカートを合わせました。これはすごい美しいねスカートです。アイラインのシルエットで、ここにこう留める部分がついていて、で後ろの部分にファスナーがついている感じになっています。でちょっとこのシャツの中にタートルをまた入れてみました。でこんな感じのスタイルに先ほどのショート丈のアウターを合わせてみました。こんな感じです。かっこいい。すごい高級感とでもちょっとリラックス感があるようなデザインですね。そして圧倒的な品と質を感じる。質がいいと結局品の良さにつながりますよね。で、かわいい白のシャツも着てきてみたんですけど、さっきの着ていたシャツ、このオフブラックとかのシャツの色違いかなと思うんですが、なんか白だとこう明るい色だからちょっと大きく見えて、これはこれですごくなんか素敵だなと思いました。かわいい。そして今着用しているボトムスですね。これもねすごい履き心地が良くて美しくて、これは年中履ける生地感、コットンの感じで、でもそこまで薄手でもなくて、で張り感もあってきちんと見えして、そしてこのちょっとカジュアルな感じのデザインが施されているから、ゆるっとちょっとカジュアル寄りでも履ける、ブラックカーキのカラーだそうです。そう、確かになんかカーキだけど、カーキの色よりはもうちょっと濃い深い色なんですよね。めちゃくちゃ素敵。これちなみにメンズのサイズ感の多分 XS になってます。で、めちゃくちゃちょうどいい。きつくもなくてすっごいかっこいいです。これも好きです。これにローファーとか合わせてもいいかもしれない。白いシャツもいいですね。素材がいいものを着ると、またまためちゃめちゃ可愛いです。まずこちらのトップス、すっごい変わった生地感なんですよね。ちょっとポコポコしたような感じで、この表情のある感じがめちゃくちゃ可愛い。袖の先っぽはちょっと色味が濃くなってます。グリーン、このグリーンの色味もめちゃくちゃ可愛いですね。可愛い。で、ボトムス、これはウィメンズの方のラインナップのものなんですけど、ベージュのカラーのボトムスです。素材感伝わりますかね。すごく張り感があってしっかりめの薄すぎない生地ですね。上質感のある生地、ウィメンズの M サイズです。こんな感じでローファー合わせもいいし、かっこいいこっちの黒いスニーカーとかに合わせても、もっとカジュアルな感じで合わせられます。いいですね。これのね、色違いの、グレーもあって、そしてデザイン違いもあるので、ちょっと今からそのデザインの違うグレーの方着てみたいと思います。めちゃくちゃ可愛いです。これもさっきの同じ生地を使用していて、グレーのカラーですね。ここポロシャツみたいな感じになってます。ここにもポケットついていて、めちゃめちゃなんか上品で、カジュアルと上品さのバランスがすごく好き。そしてこのボトムスも最高に可愛い。これがこんな感じのデニムになっているんですけれども、これ XS サイズでシルクデニム、すごいデニムにしては信じられないぐらいしなやかで柔らかい素材感になってます。で、このポツポツした生地感、このね色味もめちゃくちゃ可愛い。これはちょっとポップアップとか行ける方はぜひ触ってみていただきたい。想像を超える
素材感だと思います。そして XS のサイズすっごくちょうどよくって、結構スラッとした感じで着用できるシルエットになってます。そんなにこう緩すぎもせず、でもリラックス感を感じる感じ。こんな感じでスニーカー合わせしてもまとまる、うん、リラックススタイルでいいですね。そしてウール素材のコートなんですけれども、もうめちゃくちゃ滑らかな圧倒的高級感。こちらもメンズの S サイズでございます。どうしてもメンズの S サイズの方が、特にアウターの袖の長さがちょうど良かったので。美しいですよね。なんかすっごくシンプルで着やすそうですよね、デザイン的に。こういう生地感は本当に素材感が命みたいなところがあると思うので、一枚持ってるとどんなあのお洋服にでも着れそうなコートだなと思います。かっこいい。はい、圧倒的存在感のコート着てきちゃいました。いや、もうこれは圧巻です。圧巻のコートなんですが、その前にちょっと中をお見せすると、ポロシャツタイプのグリーンも着てきました。うん、相変わらず着やすくて美しいデザインで素敵だなと思います。そして先ほどのグリーンの時に合わせてたベージュの元ムスと合わせてきました。で、ここからなんですけれども、はい、こちらのダッフルコート、これ、ウィメンズもメンズも両方あるんですけれども、私はサイズの関係上メンズの S 着てます。私ここまで上質な生地のコート着たことないですっていう感じの生地感なんですよね。ちょっと近くでお見せすると、生地がヘリンボーン柄になっている。そしてかなり厚手の生地で、もうね、これ絨毯みたいな、すごい張り感あるの分かりますか。あの、圧倒的にいい素材ですねっていうのが見て取れる感じの生地です。うん、美しい。で、これポイントなんですけれども、こういう一つ一つのパーツがですね、もう高級感なんですよね。一つ一つにこだわりを感じる。ダッフルコートでこれだけこう上質感のある、なんかこうカジュアルな可愛いとかそういう雰囲気だけじゃない圧倒的存在感のコート、私初めて見まして、これはすごいなと思いました。なんか人生で一着欲しいって思うようなコート、存在感すごいですよね。私このダッフルコート着てこんなに存在感が出たのって初めてで、着た瞬間びっくりしました。もうメンズの方にもぜひおすすめしたい。はい、こんな感じで今回たくさん私が気になったものをピックアップしてご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。11月にコルニエポップアップがまたあるようでして、11月の第1週目から名古屋、東京、大阪と回るようなので、あの日にちの詳細とかは概要欄を見ていただきたいんですが、アウターとかになってくるとお値段すると思うので、やっぱりこう実際に見て購入したいっていう方多いと思うので、この機会に一度ポップアップもぜひ行ってみてください。コルニエの商品はおそらく自分の目でその商品を見て初めて分かる良さっていうのがすごいあるタイプの商品だと思います。素材感なので、今回多分動画だとね、本当の美しさってお見せできてないかもしれないので、ぜひそのポップアップ行って、コルニエの方もすごくこう生地に詳しいので、生地のことすごくたくさんお話ししてくださるので、気になったものの記事とかあったらぜひぜひ聞いてみたりして楽しんでみていただけたらなと思います。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。